死義野の戦いは、江戸幕府と豊臣家の間の大阪の陣のうち、1614年末に発生した大阪冬の陣において行われた戦いの一つ。大阪城東北、山和川の北岸に今福村、南岸に死義野村がある。この地域は低出地帯になっており、軍隊が展開できるのは堤防上のみ、周りは田んぼという地形だった。 豊臣方は、市儀の村に三十二柵を設置し、井上寄次に、兵衛二戦で、守備させていた。徳川家康は今福村に付け城を築くため、今福、市儀のの、両柵の奪取を命じた。市儀の絵は、上杉影勝勢五戦、小詰めとして、堀尾忠春、庭長茂、坂木原交渉が向かった。十一月二十六日早朝、上杉勢が、 死ぎ野の策を攻撃、上杉貴下の安田のおもと、須田長吉らにより策は占拠され、井上より次は内ち死にした。豊臣軍では、王の春ながら一万二千が来園し、反撃に転じた。上杉勢一番手は、第一の策まで交代し、二番手の三原近則らに、崩れかかりそうになるところ近則が大声で左右に読、要指示、その後を追いかけてきた、豊臣軍に、 鉄砲隊の一斉射撃を加えた。そこへ、能元隊が槍を入れ、豊臣軍を撃退した。市議の選挙後、家康の命により、継承にただはると交代して、兵を休ませるよう伝えたが、継承は、急戦の家に生まれ先人を争い、今朝より身を粉にして奪い取った持ち口を、上位とはいえ他人に任せることはできぬとして拒否した。ありがとうございます。